まあこれであれじゃ世界に通用しないからね。もっとトレーニングしてどんどん頑張ってしね、うん、世界中の選手を相手に活躍してほしいですね。あの途中あのパンチで惜しいところまで行ったんですが、はい、うん、そうですね、あのもう本当ロベルト・ディランのようにね、もう突っ込んでいくのは全部出すっていうのが今回のテーマだったんですね。もう一回スタンドに戻したりしたかったんですね。まあ、足の力強かったですね。結構上の方に上がってきてたんで、ただまあガード取らしてパウンドで効かすっていうのも一つの作戦なんで、それかやっぱもう一回スタンドに戻すっていうのも手だったかもしれないですね。はい、ちょっと聞いてたから、まあ、ちょっとグラウンドで焦ってしまいましたね。久しぶりの大晦日で、はい、あの大歓声がすごかったと思うんですけど、はい、聞こえましたね。そうですね、入場の時もそうですし、ただなんていうんですかね、もう本当多分ね、10年以上前ですよね。2005年、2006年、2011年、2012年、これぐらい前なんでね、うん、嬉しいし、なんて言ったらいいですかね、経験したことはあるんですけど、不思議な気分ですよね、なんか、またこの場に いさせていただいてるっていうのも嬉しいことですし、うん、10年以上経って、またね、ね、またでお客さんの前に立たせていただいたんで、本当にありがたいことですね。ありがとうございます。はい、どうも。今日入場曲は最後に、はい、あの埼玉スーパーアリーナ、はい、久々のあの歌の曲、知らない子たちが見てんじゃないかなと思って、まあ会場もね温めたかったし、まあそれがね自分の役目でもあるしポジションでもあると思ってます、はい、ただね本当に昨日の公開計量とかからもそうですけど、なんかねもう気恥ずかしいですよね、周りが若すぎちゃって、なんでここにいるんだろうみたいな、ね、おじさんがいていいのかなって思っちゃいますよね。まあね少しはいいものをね、安選手には伝えれたんじゃないかと思いますね。今日は打ち合いの中でもコンディションがすごく良さそうに感じたんですけど、そうですね、はい、なんて言ったらいいんですかね、まあ、サーメラクラの会長さんがね、本当にデュランをね、ちょっと見本にしろっていうので、もう頭から突っ込んでって右フックでぶん回して左フックまで返したかったんですけどね。あとはちょっとマッサージの方でね、だいぶプロ野球選手なんかを見ていただいている方がいらっしゃって、コンディショニングをだいぶ きつい練習の他にやったんで、それでパンチのハンドスピードは良かったと思いますね。なんとなく力が抜けたような感じにはなるんですけど、力も疲れも全部抜いた状態で試合をやるんですけど、それでパンチのスピードは良かったと思います。本選手らしい強いパンを、もうちょいだったんですよね。最後はこうあの三角締め入ってスラムしましたけど、はいはいはい、なんとかまあ逃げたいという、そうですね、まあ叩きつけると締まっちゃうんですよね。はい、あのまま中央とかに持ってきたかったですけどね、いや選手がねスタンドに戻りたくないって思ってればチャンスはあったかもしれないですよね。はい、まあもうリングに上がってるだけで勘弁してほしいですね、もうね。それでも納得してほしい。ただねやっぱり日本でやらせてもらえるのは
ね、応援してくれる人も多いですし、温かいことなんですけど、その分厳しい意見も出るんで、やっぱりね、パンチで倒れればもう出るべきじゃないっていう声は絶対出るし、まあもうね、プロとしては十分やってきたんで、もう本当に若い子だけで日本の格闘技はやっていけると思いますね。あの試合が終わった後、そのインタビューですぐに、あの来年もまたやりますって言われましたけど、来年してもね、来年の大晦日だけ。はい。普段はちょっとね、やっぱジムで、いろんなのを伝えていけたらなと思いますし、やっぱり試合に対するモチベーションっていうのはちょっと維持するのは難しいですね。恐怖心とかね、やっぱり、なんて言ったらいいんだろう、USC の成績を見てもですね、パンチがね、効いてしまうとこあるんで、今日もね、結構危なかったですけど、まあ、どっかで区切りをね、しっかりつけないと、今日はね、応援をバックにできたんで踏ん張りましたけど、まあ、ちょっとね、なんか頭のダメージと相談しながらやろうと思ってます。はい、あのもし来年その、はい、ゴミ選手の階級で、はい、来季のトーナメントグランプリがあったら、はい、どうしますか。まあ、優勝者とやればいいでしょう。ダメですか。いや、足利が優勝すればいいんだよね、一番いいのね。まあ、コブラ界のストラッサー選手もね、大事に来ましたし、実力者は集まってきたんでね、まあ、俺はもういいですよ。まあ、40までね、あと1回、クローン・グレイシーとかね、ちょっとダメージの少ない選手やりたいですね。今日はなんか本当に、ね、日本でやってる時の自分とね、向き合うような、何してくるか分かんない、なんか本当向き合うような気分でしたね、自分と向き合うような、10年前の。はい、改めて、はい、あの11年ぶりに大晦日に帰って、はい、まあ、埼玉スーパーで戦った、はい、まあ、その感想はいかがでしょうか。そうですね、もちろん去年マサトさんとやらせてもらったのも別のルールっていう大変さはあったんですけど、やっぱり勝負にシビアなのはライジンのリングだと思いますし、同じ条件でね、どんな年齢ともやらなきゃいけないので、厳しいリングだとは思いますね。ただ、まあ楽しかったのもあるし、もう十分じゃ、あと1年だけ、いいお話で対戦相手いましたらやりたいですね。So you had a long career in Pride and a long career in the UFC. A lot of the American fans got to see you in action in the States. Do you have any message for them? So Pride UFC と戦ってきて、キャリアも長くアメリカにもファンたくさんいるんですけれども、アメリカのファンにメッセージをお願いします。はい、そうですね。またね。久しぶりにアメリカのファンの人も喜ぶようなね、ちょっと自分らしい試合ができたので、またどんな形でも格闘技に関われればアメリカの格闘技にも関わりたいですし、遊びに行くのもいいと思います。はい、ね、UFC契約が終わった時は本当に
目標とかで、アメリカンドリームっていうのは実感なくね、これがやっぱり年齢なのかなとか勝負の世界なのかなっていうのですごい寂しかったんでね、まあ、それぐらいね、やっぱ USC とかアメリカの格闘技っていうのは日本の選手もね、憧れてるものありますしね、まあ、それに追いついていけるように日本の格闘技も盛り上がったらいいと思いますね。Welcome back, and congratulations for your debut on Rising. You know, it's not the result you expect, but I think all people here feelings about your coming back to Japan. We saw a lot of people in the arena, the people cheering you when you arrived in the opening ceremony, and cheering you in the fight too. Do you think that energy you need to come back and try to do your best and to make a very good fight, because much people in social media, internet, thinks this is a fight of the night? Rising debut ということで、今回結果はもしかしたら求めていたの結果じゃないと思いますけれども、今回アリーナでの歓声、この選手のカムバックに対する歓声、そして試合中の歓声、本当にすごかったと思います。でそういったものが五味選手の力になって、例えば SNS とかインターネットでもものすごい反響だったんですけれども、my question is